ウィキペディアボラピューク版ウィキペディアボラピューク版ウィキペディアは人口言語ボラピュークで執筆されているウィキペディアである2003年に開設された2018年2月16日現在記事数は12万919本2007年夏管理者の一人がボットと呼ばれるプログラムによってヨーロッパやアメリカの自治体に関するスタブを大量に自動生成したことで 記事数の上では急激な成長を遂げた。2007年6月初めには約5500記事しかなかったが、9月8日には10万記事を達成している。記事のうち約90%が都市についてのものであり、それらの大部分が非常に短い記事である。また、Wikipedia プロジェクトではすべての言語版にあるべき項目として、百科事典に必須な項目をリスト化しているが、 これらの大半が未執筆である。一旦閉鎖し、ウィキメディアインキュベーターへ移す提案も出されたが、否決され今に至る。2018年2月16日の統計より、2005年6、1から2008年6、1までの各言語版の記事数の推移。ボラピューク版とロンバルド5版のボットを使用した急激な記事数増加が目立つ。ありがとうございます。